とうとう、かわいいの。なかなかしびれないね。あ、うんうん、あら、とうとうじゃねえ、とうてつ。お、おっしゃ、チャクラポット、イエス。うん、あれ戻っちゃって。うわっ、うわー、落とされた。またここまで落ちるのか。ついでだから回復してく。はあ、なるほど。ここまで落ちるんだね。うん、ちょっとじゃああれだな、カットした方がいいかな。来ましたね、ついに。うん、ありがとうございます。いや、さっきね撮ってなかったんだけどね、スカリーがねめっちゃ出れてて可愛かったんだけど、うん、なんかこの品は私の大切なものだっつって、あのさっきの戦い見事であった。なんだっけ、強い男はつってテン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 ってなって嫌いではないぞっつって、なんか出れて超可愛かった。しかし俺はスカー派の方が、スカディも可愛く見えてきたっていう。いや、っていうか、やってんですけど、こんな感じです。わかんねえ、マジで。というわけで、もうちょっと、はい。上がったら、また再開します。やっと抜けました。かかったー。何これ、水れんだけど。開けたとこに出ましたな。行くぜ、強いな。減るね、やっぱ。あ、そっか、ブロックか。当たるとすごいな。スカルトあれだけど。あー、違う違う、死亡遊戯と間違えた。名前がかっこいいよね。どうなってんだこれ、こう来てなんだか釣りが通らん。なんだマイさん、全体攻撃になったな。これも通んないんだっけ。あ、ミスか、通るんだ。なかなか長いね。よっしゃ、もう一回行くか。でかいなこれ、クリ出ると。うん、スカルあれもあるけど超でかいな。すげえなこいつら。あら、いやー、それにしてもあれだね、おたけび覚えたか。おたけびって継承できんのかな。継承できたら超強いんだけど、とりあえずなんか別のやつ育てるか、うん、こいつか、まあ、シャドウか。まだがそういえば1個上がって、タルカジャなんだね次ね。強化つけすか、うん、リリス育てたいな。リリスでいいっすかね。うん、
ょっとあの天然のリリスを育てたいっすね。おお、ニュクス様3体かけ3なんだが、気合で死亡遊戯やったらどんぐらい減るの、やばいかな。気合やってどうしよっか、ちょっと見てみたいんだよな。行くぜ。あ、ターンが終わった。回すでよかった。シャオラー、うわー、すげー威力。もう一回、ほんで回復だ。クリ率高え、マジで。早いやつには結構回避されちゃうみたいだけどね。超強えな。おお、フィーバー、釣り体勢か。デスカウンターなかなか出ねえな。あ、でも鈍い値か。あ、上がるな。もう危なかったな今。3連戦か、なかなかない。どうしよっか。これ何覚えるんだろうな。電撃か、ガイア、グンダリ、この辺もテトラジャか。乱入剣、うん、真空波の次なんだろうね。一応回復しとくか、もったいねえから。え、これミス、間違い、こっちじゃなかった。ああ、上に登ってくのか。うりゃ、かわされるときついけど、でもそのクリーのあれを考えると、まあ元は2ターン分の価値はあるなと私は思います。危ね危ね、勝利の雄たけびか。いいな、いい技だよな、便利だよな、本当にな。あ、ビジャモンテも上がるね。どうしよっか、力上げとけ。あ、ちょっと待って、踏んだな、真空波、衝撃吸収、はい、やったね。あ、俺すっかり忘れてた、力の子を使ってね。いいや、なんか食らったら使おう。300、ん、なんかあんのか。誰かいる。お、あった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 、危ない危ない。うんうん、もうちょい、よっしゃ。相馬、あ、そうだ、行くぜ。うん、力上げなくてよかったな。あー、これが俺の求めたバランス。うん、すっげえ理想的今。あ、あれ変えとくか。やっぱこれだな。うん、神経もこうつくし、うん、個人的にはこれが。んで今食いしばりもつけてるから、ハマムド一発じゃ死なないし、一発じゃないんだね、そのターン中は死ななかった。うん、
なんかだからハマ食らって、あ違う、ムドか、ムド、ムドーン、マハムドーンだから食らって、その同じターンにもう一回マハムドーン食らったんだけど、ダメージゼロで踏ん張ったんだよね。確か黒刀がそうだったんだけど、そのターンは大丈夫だよってことなんだね。強くね、そのターン中は何回食らっても大丈夫なんだよ。ジオ物理通んねえかんな。ダブル、うーん、回し、あ、そっか、外しちゃったんだっけ。あ、いいけど、上がるなぁ。1戦でだって1300とかで、さっき3連戦で一気に3000ちょいぐらい上がったかんな。うん、あらら、コックベース1回と死亡遊戯がめっちゃ強いと思った。うん、普通に打つと結構かわされるから、まあ、1体にでも当たれば、まあ、あの2ターン分の価値はあると思うんだけど、うん、なかなかね。どうしようかな、マカラカか。いいです、シャモン、あら、これ超上に行かない、それ。スカリー安定だな、うん、やっぱ回復要因は絶対に一人いた方がいいから、うん、キトシュア、はい、中に入れ。セーブポイントが、こういう時のためのチャクラドロップ、これでいこうか。毘沙門天、ハルシエル行こう。いや、会心あった方がいいかな。念のために使わないかもしんないけど、そじゃ、うん、これちなみに上、ちょっと待って、上行ったらどうなるの。ちょっとあの会心ためついでに上に行ってみようかと。すげえ上がるんだけど、セーブポイント、345回、うん、当たんねー、これがあるかんなー。一番最初になんだっけ、羽ばたき勢でホックベースやると安定なんだよな、うん、あ、ミスった。うん、アイアンクロー痛え。しかし俺はもう一回撃つのだ。これだよ、これで元が取れる。博打打ちだね、うん、この戦法は。
ん、そのまま上行っちゃう感じ。うん、あーくそ、片っぽにしか通んないパターン、めんどくせえ。回して、ほら。なんだわ。うん。あれこれもしかして、このままイサムスルーして千秋のとこに行っちゃうみたいな感じになっちゃうのかな。俺ちょっとセーブするところ欲しいだけなんだが。402階。ん、真似方だ。よくこんなとこまで。そうか、頑張ったなお前らも。あーあああ、ジャンクや回復。あ、子供。うん、確かに回復しとけ。よかったよかった、先に上に来てよかった。回復必要あんのかな、まあいいや、しとけ。ああもう100万になるんだ。結構たまったな本当に。まあとりあえずもう相馬とかは売らないで取っとくスタイルで。うん、これとかね、うん、ボス戦用に宝玉林も売ってないっす。うん、うい、何が売ってんのかな。うっ、これ最後のやつか。万能魔法を中心に覚える勾玉、やった、来たぞ。マガタマコンプリートだ。だいたい売ってるね。攻撃か。オッケー。最後のマガタマ来ましたね。うん。カイラースっていうんだね。ノーマル耐性。耐性はじゃあこれと一緒なんだな。うん、マカラカーン、デスカウンター、これどうなんだろうな今の俺の。うん、ショックウェーブは一応続、あの魔法全体が欲しいんで、個人的には精神無効は消したくないんだよね。うん、カイラース、うわー綺麗、何個かプルプル言いよるけど、よかった。でこっちがセーブ。おお、あったあった。はい、悪魔の力を封じたものがある。マガタマのことだ。悪魔の力をその身に宿しながら人の意識を保ち得るもの。長き間そのような、ん？お主が現れた。すべての勾玉を手中にした。あるおかげで預けられし者をお主に託そうと。何？公の御剣、あのお方のもとへ訪れるがいい。東京守護をなされた、助けになってくださるであろう。なんだそりゃ、ないのか、聞けないのか。聞けないっぽい。さあ登録登録。
うん、全部 OK。 はい、なんか作れますかね。うん、フィッシャーモンテンアトルポスか、ヨシミフェンベルグ。あ、ちょっと待って、あ、いや、まだか。だってさ、いや、ちょっと今芝作ろうかなって思ったけど、6ぐらい足んないんだっけ。芝は作りたいな。まあでもどうなんだろうね、クリアする頃にはできるのかな。あと6上げないといけないんだけど、うん、なんかできそうな気がする。うん、ベータラ風紀なんか新しそうなのはないかな。まあいいか別に。ノーマル耐性か、ノーマル耐性で、うん、マーがすごい伸びる感じか。この形だったら、まあ、こっちとか、あとこっちかな。うん、やっぱこれが俺一番いいな。うん、よし、じゃあとりあえずセーブして下に降りましょう。イサムくんとこ行こうか。じゃあ一旦切ります。